そちらをさばいていこうと思います。チーズやないかい。こんにちは。寿司ひろやです。今回はこちら、北海道で水揚げされたマスノスケ、こちらをさばいていこうと思います。3、2、1、いいで癖が強い。はい、ではですね、さばいていきたいと思います。これね、築地のクラタツさんっていう魚屋さんから買いました。すごくここはですね、下処理が丁寧で、こういう形でもうお腹の内臓をですね覗いた状態で仕入れてきました。はい、すごく、見ていただいてですね、血がほとんどついてないんですね。なかなかこうやって、綺麗にですね血のない状態で、魚を出してくれるところは少ないです。倉田さんに感謝です。じゃあ、まず、頭を落として三枚おろしにしていきたいと思います。なかなかね、これだけ大きい魚をさばくっていうのは、僕もこの世界入ってそんなに多くないんで、すごく大変ですけど、頑張ってます。おい、シロチーズやないかい。頑張ってます。まずですね、なかなかこんなに大きい魚をさばく機会はないと思うんですけど、大きい魚をさばく時の注意点としては、極力魚を動かさない。やっぱ身が大きいだけあって、身が割れやすかったり、身への負担がすごく影響するんで、普通に開く時はこっちで開いてから方向を変えたり裏に返したりするんですけども、極力そういう大きな動きを少なめにしてさばいていってあげた方がいいと思います。でもね、すごく大きいですけど、魚って面白いんですけどね、三枚おろしっていう、すごく標準的なおろし方、これ魚が大きくても小さくても全部一緒です。基本的には全部一緒、中にはちょっと違うものもありますけど、でここで今ちょうどこの真ん中に中骨が通ってるんですけど、中骨まで包丁が入った感じです。で、通常はここでこの魚を頭と尻尾を回転させるんですけども、魚を動かすんじゃなくて、人を自分が動いてこっちから包丁を入れた方がいいんですけど、ちょっと今回見にくいんで、今回だけ魚を動かします。これすごいそもそもなんですけど、はい、鱗ってついてなかったんですか。鱗は倉田さんがやってくれた。そうなんですよ。そこがすごくいいところで、基本的に鱗って丸の状態で、最初に包丁入れる前に鱗を取るんですね。うん、でこれもう最初にお腹を切ってあるんで、もう切る前に鱗を取ってくれてるんですよね。そこってすごくいい仕事で、こっちの僕たちに対しての仕事がすごく負担が軽減されて、すごくありがたい仕事ですね。ありがとうございます。まず背中に1本こう線を切れ目入れて、そこからさらに包丁入れていきます。でマスノスケは結構骨が柔らかいんで、普通に骨ごと断ち切っちゃうことがよくあるんですね。なんでしっかりと包丁でよくこの歯で骨を当てる、この音ですね、これ骨に当たってる音なんですけど、ここで包丁で骨を感じながらさばいていく、これがすごく大事ですね。これです、この音です。音、この音が出るってことは、骨にしっかりと包丁が当たってる証拠です。
繋がってるのはこの真ん中だけです。この真ん中を最後包丁で取っていきます。その時に気をつけなきゃいけないのは、こうやってあの大きい魚の場合は重みで身がだれるんですね、下につくので身をしっかり持ち上げてあげないと、このままの状態で包丁を入れていくと身ごと削っちゃう場合があるんですね。なんでしっかり身を持ち上げます。ただ持ち上げすぎると、さっきも言いましたけど身が重たいだけあって身が割れちゃうので、そこも上げすぎずに、上げないとダメなんですけど上げすぎないように気をつけて開いていきます。はい、これで今この中骨骨から外して、こういう感じですね。うおできました。まあ、包丁を出したりしてたんで、ちょっとこういう感じで、そう、線が何回か入ってるんですけど、ここも包丁出さずに一気に下ろしていくと、こういう風がなくてもっと綺麗にさばけます。そしたら次反対側の方の、骨を外していきます。そもそもなんですけど、マスノスケってなんすか？マスノスケっていうのは、まあ、通称の名前なんですけど、大助、大マスっていうのがいて、まあ、その中で一番大きい、魚体のものですね。それを通称マスノスケっていうふうになります。まあ、桜の咲く時期に出てくるのが桜マスっていうのがいるんですね。だいたい3月ぐらいから取れるんですけど、そういうのは、本マスっていう種類で、こんなに大きくないです。まあ、これもちろんこいつの仲間なんですけど、だいたい3キロ前後ぐらいですかね。たまに大きくて4キロとか5キロぐらいあります。倍ぐらい違うんです。倍ぐらい、これでもまだ6キロちょっと7キロいかないぐらいなんですけど、もっと大きいのだと10キロ超えてくる個体もいます。でこれで今こういうふうに逆さの状態で入れてきて、また半分まで来ました。でここからもそのまま返さずにさばいていきます。で身は反対ですけど同じですね、さっきと一緒。骨の上をこう当たってる時と同じで、こっちはこの時にこの下に骨があって、骨の音を骨を感じながらさばくんですけど、今度は骨が上の状態で骨を感じながらさばいていきます。そうすると極力、骨に身が つかないようになって綺麗にさばけます。で、今包丁が貫通したんですけど、ここから残りここついてるんですね。こっち側ここもこうお腹の部分なんで身がないので、残りの骨を断ち切っていきます。骨が取れました。ただこれよく見るとここにあの骨がついてるんですね。なんでかっていうと、ここにあった骨を
ここでこういうふうに包丁を入れて骨を切っちゃったんです、骨ごと。だからここにあのまだ骨がついてるんで、それを取ってきます。こういうさばき方するのがやっぱ他の魚とちょっと違う部分があるかもしれないですね。これなんでできるかっていうと、まあ、これマスノスケ以外でもできる魚ってあります。あの一つ言えるポイントとしては骨が柔らかい魚ですね。骨が柔らかいんで包丁で切れちゃうんですよ。骨が硬い魚っていうのはあのやっぱなかなかこういう風に普通に包丁を動かしてても骨が切れないんで、こういうさばき方はできないんですけど、このマスノスケに関してはこういう風に開いていきます。他に骨が柔らかい魚ってどんなのがあるんですか？そうですね、例えば、うん、あんまりこれ丸の状態ないんですけど、銀だらとかタラとかですね、はい、ああいうのは骨が柔らかいですね。でやっぱ魚も大きいんで、あタラチリ食べたいっすね。寒いからね、やっぱあったかくなりたいよね。あったかくなりたいよね。マスを使って何か料理するとしたら何作りますか？マス、そうね、まあやっぱね、そ鮭に近い、まあ、鮭とじゃあねマスって何が違うのって言われたらすごく難しいところですね。なんか本当に人によって説明しているポイントが違ったり、いろんな、考え方があるんで、捉え方が人それぞれなんですけど、まあ、僕の中ではマスは海で育ってるもの、鮭は川で育つものかなと思います。やっぱマスって結構な魚体が大きいんですけど、あのこれだけ大きく育つにはやっぱ海の栄養素がないと育たないんですね。あの川魚ってこんだけ大きい魚いないと思うんですよ。川ってやっぱ基本的に淡水なんで栄養素が少ないんですね。栄養分が少ないんで魚自体が大きくならない。もちろんその塩気もないですし、まあちょっとね海に近くなるともちろんちょっと混ざるんですけど、基本的な川魚って小さいのが多いです。やっぱあれって淡水でミネラルとかがない分栄養素が少ないんですね。そこがまあ一つ大きな違いかなと思うんですね。サーモンは？サーモンはまあその結局サーモンって日本語じゃないんですよね、英語ですよね。なのでこれも一応マスノスケ、オオスケってやつは英語で言うんであればキングサーモンですね。あ、まあ、キングってやっぱ大きいとかそういう意味があるんで、はいはい、一番ですよね。なんでこれも一番大きいマスノスケなんで、それを無理やり英語にするんであればキングサーモン、国産のキングサーモンって言うんですけど、でなんで国産ってつけるかって言ったら、そのサーモンっていうのはあの天然物はないんですね。サーモンは基本的に養殖しかないです。養殖の名前がサーモンっていうのがやっぱ多いですね。養殖のマスっていうのは、まあ、最近ちょっとずつそのハイブリッドだったりなんか掛け合わせ出てきてるんですけど、基本的にないです。だからアトランティックサーモンとかノルウェーサーモンとかそういうのはやっぱ全部養殖ものですよね。だからこれはサーモンとは言わないですよね。マス、そう、一応国産のキングサーモンなんですけど、僕はやっぱりそのあんまりサーモンって言葉は使わないです。マスです。はい、ありがとうございます。はい、上身とこちら下身で、骨ですね。こういう状態でと頭、こういう感じで分かれました。でこの骨とかこの尻尾の方ってこのやっぱマスってすごくいい出汁が取れるんで、捨てずにですね、あのお味噌汁とかに入れてもらうとすごく美味しい出汁が取れると思うんで、ぜひ捨てずにマスって家庭用とかってあるんですか？まあマスなかなかないけどね。まあこれちょっと魚買ってきたからって言って、ね、台所でこれさばいてたら相当な奥様。鮭とかもいい出汁出るんですか？鮭も出るね。だからちゃんちゃん焼きとか、ああいうと味噌と、ね、北海道の方のやつであるけど。じゃあ、お腹をすきます。ただその前にここにあのよくハラスって言葉聞いたことある。鮭とかねよく言うとハラス焼きっていう部分、ハラスってこのお腹の大トロの部分ですね。ここは最初に落としちゃいます。ハラスって大トロの部分なんですね。そう、ここのそう、ジャバラ、マグロで言ったらジャバラとかいう部位なんですけど、砂ずりとか
こういう一番油の強いところですね。ここはもう最初にこう落としちゃいます。でその時のポイントとしては、これ触ると分かるんですけど、まあ、あのこのお腹の腹の骨、頑張らって言うんですけど、ここまでしか骨ないんですよ。どんな魚もそうなんですけど、こっからここまでぐらいしかないんですよ。ここってないんですよ。まあ、触ると分かるんですけど、ね、骨なくてここ骨あるんで、これがまあこっちまでついてるんですけど、なんで、骨があるところで切るんじゃなくて、骨がないところで包丁を入れて切っていきます。これがマスノスケのハラスです。すごいですよね、この油の入り方。いいマスの証拠ですね。これも焼いたら最高で、このお腹の骨取ってきます。ではこれ、こっちの下身ですね。下身の方も、さっきの上身と同様に、お腹の骨をハラスを取ってお腹を取っていきたいと思います。ここにですね、骨が入ってます。でお魚って通常この中骨があったところに骨が入ってるんですけど、魚の種類によってはここじゃなくてちょっと上、ここにこうやって骨が入ってるんですね。マスはそういう類なんで、ここの骨を取るんじゃなくてここの骨が入ってるんで、ここを取っていきたいと思います。こういう骨ですね。結構立派な骨してます。はい、では、骨抜き終わりました。これから、柵取りですね。そのお寿司のネタに切り付けしやすい大きさに、していく前の段階ですね。柵取りって言います。なんで柵って言うんですか。短冊みたいな、あの形みたいな。まあね、なんでその柵っていうと長方形っぽく形になる。だいたいその柵取りって、まあ指4本ずつでいくんですね。一柵っていうのが、で一柵ってなるとこの指と小指の大きさになったりするんですけど、まあ 結構その和食料理って手でどれだけっていう長さを測ったりします。だい指1本分でとか、そういう風に基本的にね、皆さんその指の大きさとか手の大きさって、まあ、もちろん大小ありますけどあんまり変わらないんで、そこが一つのなんか何センチでとかいうんじゃなくて指何本分でみたいなのがあります。なんで普通の柵取りはだいたいこの指4本ぐらいに行くんですけども、このマスに関してはちょっとその身が結構柔らかくてだれちゃうんですね。ベローンってなっちゃうんで4本で切ると4本以上になっちゃうんですよ。なんでだいたい3本、僕は3本分ぐらいで指3本の幅で切ってきます。こういう感じです。で、こっちのじゃあ尻尾の方ですよね。こっちは何にするのっていうと、僕たちのお店ではこういう霜の方は尻尾に近い部分というのはあまりお客様には提供しません。まあ、自分たちまかないで食べたり、あとはまあさっきも言いましたけど、出汁がいい出汁取れるんで、うちのお味噌汁の出汁にしたりします。はい、でなんでそのこういう尻尾に近い方を使わないかっていうと、まあ、身が硬かったり、あとは筋が強いんですね。でそのなんで筋が強いかっていうと、尻尾ってよくこう動くじゃないですか。動くんでやっぱその筋肉質になりやすいっていうか、動く分その筋に、がですね、硬くなりやすいんですね。なんで、そういう硬い部位っていうのは、
こういうお店だと使わないとこが多いと思います。こういうのは後で出汁にとか、もうまかない、ちょっと贅沢になっちゃいますけどね、まかないで食べると最高です。でこれでこの柵取りですね、こういう状態になりました。柵、はい、ああこういう、まあ鮭もこういう状態で売ってますもんね。そうね、スーパーとかだとちょっとまあ厚、ちょっとすごくねこんだけ贅沢な鮭ないけどまあこういう感じですね。でこれをまあこういう風にしてこう包丁を入れて切りつけっていうのをお寿司の癖に切ってきます。それはお店によって結構いろんなやり方あると思います。基本的なその柵取りっていうのは本当は小さい魚だとこういう風に横に切るんじゃなくて縦に切って、背中とこっち背中ですね、背中とお腹で分けて柵取りっていう状態なんですけど、やっぱこういう大きいのは背中とお腹に分けると背中だけでもこんだけの幅があるんで、これだけの幅をお寿司の大きさに切るってちょっとまあ無理なんですよね。なんでこういうの大きいのはこういう風に切り付けするように自分はしてます。でこれを、このボンザルですね、ザルの上に置いて、塩を振って、脱水あと旨味出ししていきたいと思います。はい、まずはこの皮目を上の状態に上にしますね。この時も雑に扱うと身が割れちゃうので、やっぱこういう風に身が反らないように気をつけて扱ってください。この塩の振り方もまあいろんな振り方があるんですけど、自分は最初のお店で修行したやり方で振ってます。大体どんな魚も皮目とそうじゃない身の方とだったら、皮の方が若干塩は強めに当てますね、多めに。で身の方がやっぱ皮がない分すぐ身に塩が入っちゃったりするんで、少し当たりは薄めに振ります。ただまあマスなんかの場合はこれやっぱ脂が結構強いんで、油なりの強い魚の場合は基本的に塩を振った後の時間ですね、置く時間も割と長めですね。一般的には淡白な白身とかに比べると油分が多いんで塩とかが入りにくいですね、水分が抜けにくいんで、ちょっと塩を振る量を増やすというよりは振った後の時間をちょっと長めに置きます。10分前後ぐらいですね、10分以上はいきます。10分から12、3分ぐらいの間で様子を見たいと思います。これ前回のサバの坊主の時は皮目の塩をがっつりつけてたじゃないですか。はい、今回は振り縦塩でしたっけ。振り塩ですね。そうですね、マスの場合は酢で締めたりもしなくて何かを入れるって作業はないので、塩締めというよりはもう本当にちょっと軽く水分を抜いてあげるぐらいな感じですね。塩締めって感じにするんだればちょっと割と塩をたっぷり多めに使ってあげた方がいいんですけど、これは塩締めというよりは本当に少し水分を抜いてあげるぐらいな、旨味を引き立てるためにちょっとだけ塩を振ってあげるっていう感じですね。見にくいかもしれないんですけど、これでまんべんなく塩が振られてます。でこれで、約10分ですね、置きたいと思います。はい、これで約10分経ちました。先ほどと比べて分かりますか、ちょっと水分がすごく身に出てきたのがキラキラしてると思います。これは塩を当てることによって浸透圧で身の水分が浮き出てきた感じですね。ただこれでもまあ若干まだ塩が少し残ってるんで、この残ってる塩を、氷水で落としていきたいと思います。この時は極力手早くやってあげます。やっぱ塩を当ててるとはいえ、魚は極力真水には当てない方がいいので。ああ、真水なんですね。それは真水です。そこに氷を入れてます。これもこの時もその前サバの時と一緒ですね。
ぬるい状態にしないで冷たい状態にします。やっぱぬるいとせっかくいい状態の魚でも臭みにつながったりするんで、で、もともとザルに残ってた塩もちょっと洗い流してそこに入れます。この時も身が反らないように気をつけて扱ってください。これでですね、まあ、丸の状態から、実際にさばいて、ね、開いて骨外して、で塩を当てて、脱水ですね。で今、お水で洗うとこまで来ました。でここで水気を拭き取って、一度ですね、冷凍の下処理をしていきます。まあ、その冷凍する理由としましては、やっぱそのアニサキス、寄生虫ですねがいるので、その対策のため約2日間ほど、冷凍庫で、眠らして、この後冷凍して実際に握っていきたいと思います。ではまた。いかがだったでしょうか。マスノスケ、実際にですね、さばいて、お寿司にしていきました。このマスノスケですね、やっぱなかなか都内のお寿司屋さんでも食べれるところ意外に少ないです。実際に食べてみたいという方は、概要欄から、ご予約のほどお待ちしてます。また、動画に対してですね、すごい良かったなという方は、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画で、バイバイ。バイバイ。